な今回もなんか千鳥使いたくなっちゃったんですよ。でこのありさま。オチがないんで、ここにあった、うわ、手もこれ。100均の血のりダメだわ、マジで。落ちねえわ。血のりだもん。まずっ！そう言うほどまずくない。美味しくはないし。わー、外出れへんやんけー、これ。ねえ、これ。マジで。また血のり落ちにしたしさ。マジで布団ついてない。あ、ついてね、よかった。いつも運はいいんだな。布団には使わねえ、使わねえ。そこだけだな、まあ、そこに運を全振りしていく。え、マジで外出れんくない、これ。やばくね、顔は落ちねえよ。これやばくね。まあね、これで喋っていこう。ちょっとずれると結構、うんって。ね。いや、お前は何が表現したいんだって。どうもシャム。どうもシャム。未来から来た死者に殺されたっていう挨拶、シャムさんのね。まあ、カツ丼ってやつに殺されました。カツ丼。お前がいなければ、俺はもっと有名になれたのにっていう理由で殺されました。カツ丼さん、面白いですよね。ここら辺にめっちゃ傷バンバンバンって言ってるね。意味わかんねえ、あいつ。でも俺ね、ディスカする意味がわかんないんですよ。なんでかって俺、痛いの嫌いなんですよ、本当に。タトゥー、ピアスしたことはないけど、今後絶対つけたくないなっていうやつがめっちゃつけるねん。顔に。俺ね、タトゥーつけるならここに肉って入れますわ。どう？全然落ちねえ。ガチで落ちねえ。やば。手の方が落ちるわ。ケチャップ食いすぎた人、ケチャップを食うという新しい提案。そういう本あるよね。何々という新しい何々というものの提案みたいな。何やねんお前、他人がなんか勝手に提案してくんねや、見ず知らずのやつがよ、っていう気持ちには皆さんなりませんか。僕はなりません。はい、どうも、与太郎です。あ、まあね、これからこういう感じで動画撮っていこうと思います。あれ、ここでちょっと、いや俺これから今度からね、俺こんな感じすらもっとズームできへんの。ねえねえ、これ使えないの。あ、顔バレ。どうも与太郎です。ねえねえ、これネイル見せながら鼻隠す行為。ねえねえ、これ。ぶっ最後のやつがやるやつやの。いや、それはお前から眉間見てや。なんか、光の反射で、なんか、毛先から来る白髪みたいになっちゃってる。俺のブツブツ見えるか、これ。まあ、はっきり言って、インジェレネーションだよね。ねえねえ、それ。ということでね、皆さんもね、血のりを使うときはね、気をつけろということでした。次回の動画で会うのかな、会っちゃうのかな、気持ち悪いな。はい、どうも、こんにちは。まあね、あれれ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 、はい、どうも。汚いからやめるわ。はい、ということで、ね、次回の動画で会いましょう。バイバーイ。ドゥドゥー。お、カラーテレビの原理で赤くしました。はい、これでみんな失明しました。今、赤と白の、なんか普通、通常の、寒暖差みたいな効果によってみんな失明しました。いやー、最も凶悪な YouTuber やで。わいは。マジエセ関西弁うぜえわ。エセ AKA 関西弁、あれ？エセ関 AKA 西弁太郎か。西弁太郎か。西弁太郎か。ということで、どうも。
エセカン AKA サイベンタロウです。よし、スラッと言えるようになりました。ということで次回の動画でバーシュ、バイ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 。マネージャータバコ持ってきて、はい、あ、火つけろ。はぁ、なんし、あ、マジでこのお家は最悪だ。あ、まあ腰痛いんで本当にやめます。キメがガン決まり。あれ震えてんの見えねえわ。やめるわ。